メント順は次のアルバム最後に引退します。千葉さんすみません、僕も耐えられないです。だから次のアルバム楽しみにしてください。青い真実と白い嘘っていうタイトルだったじゃないですか。で、青いっていうのが、まあ、英語とか他の言語で憂鬱なっていう意味があるんですよね。で、まあ、そういう憂鬱な真実と、まあ、白い嘘っていうとなんか善意の嘘とか、まあ、自分の活動を含めてのいろんな要素が辛い現状っていうものを忘れたくなんか嘘をついてるような、なんかそういう気がずっとしたんですよね。そうやって自分の僕の音楽をこう聞いてくれ、まあ、くださる人々においても自分の音楽がそういう白い嘘として機能してるんじゃないかって思ってて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。準備はいいですか？行くぞ。俺は勝ち取る。勝ち取る。井口堂のエジュケ。まあ難しい決定でしたけど、でもこの場で言わないと僕は多分絶対勇気出せないと思いました。それはまあ本当に柴さんは僕のまあ音楽の恩人なんで、多分死んでも言えないですよね。でもこれを今やめないと、これに僕が飲み込まれちゃうような気がするんです。まあ、結局自分の能力不足ですけどね、そのまあ自分がやりたいことやるべきこと、まあそういうのとビジネスっていうものをちゃんと並行してやっていける人々もいっぱいいるんですけど、ただ自分はそういう器じゃないなってもう認めるようになりました。自分にとってはそれが大人になることかなとも思って、なんか辛いことがあっても諦めずにやるんだっていうのが大人になることかなって思ったんですけど、でもそうやって無理やりやっていく中で本当にこれは間違ってるなっていうことがいっぱいあったんですよね。だからまあ夢っていうものとバイバイするのは怖いですけど、まあなぜ辞めたいとかは音楽で話せると思うんですけど、今日皆さんに届けたかったのは、そう、私は辞めますけど、僕が残したものを皆さんが持って生きていてほしいんですよね。だからその力自体は強く信じてるんで、僕が、まあ、辞めた後も歌わないようになった後も歌ってください。なんで辞めれるかって言うと、次のアルバムがもう日本のヒップホップの歴史になかった最高傑作になる予定だからです。だから楽しみしてくれよ。それ残して引退すると大義名分があるんですよね。ずっと言い訳をなんか作ったりしてるっていうのを最近ちょっと気づいてて、少なくとも前のアルバム作った時はそうじゃなかったんだろうなって思った。だから本当に自分が持ってる全てをここに注いで、そういう宣言もしたかったんですよね。本当にまあ次のアルバムは自分が思う、多分自分から出せる一番いいものだと思ってるから、この屈辱と涙を洗うための長いシャワー、すっきりしない Fuck this やっぱちゃうわ。今浴びたいのはヘイターを黙らせるスパイライト、刀みたいなマイク無敵になる感覚、光の夢を見ながらベッドの上、ここは枕 But don't you dare take it away、体が焼かれるまで抱きしめたい、 Spotlight so bright 責任もファイト、でも目が見えなくなるまで浴びたい、 Spotlight so bright Spotlight so bright。 実は今日、何人か、まあ、お客さんに渡すためのなんか手紙っていうのを書いたんですけど、まあ、その手紙には書いてて、でも最後の最後まで勇気出すか出さないかでずっと悩んでました。今歌いたいこの曲が
本当に、まあ、今の僕このライブ自体を、まあ、全て代表できるもんじゃないかなって思っていて、ちょっと暗いかも、明るいけど暗いかも、覚悟いいですか？じゃあ行きます。これだ。ドゥンドゥドゥ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 。はい、ヘイズオン。はい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 、ウォー、レッツゴー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 。バッドエンドって曲です。はい、よ、終わりの始まり。仕掛けはないですけど、まあこのワンマンの日にちが決まった時点で、なんか、まあ、もっと前かもしれないです。あの次のアルバムの構想ができた時点だったかもしれないですし、分かんないですね、正直。で、僕が辛いっていう、そういう歌詞を歌うときに、もちろん皆さん、あの声が出せないから、拍手しか、そういうコミュニケーションができなかったから、そうしたと思うんですけど、僕が辛いっていう、泣きたいという歌詞を歌ったときに、皆さんの拍手を聞いたら、ここで、いい形で終わらせるべきだなって思って言いました。みんなが思うこいつの活動がうまくいってるかどうかっていう基準から見ると、僕うまくいってるんですよね、おそらく。ただ自分の価値観とは合わないことが、まあ、もちろん昔からあったんですけど、なんか徐々にそういう自分の価値観ではないものになんか乗っ取られるような気がしてて、でそれを自分の力では止められないなって思って、正直言うとずるいんですよ僕今日。だってファンの人々に直接、まあ、言うっていう、そういう形を取ったんですよね。でも多分柴さんものすごい傷ついたはずなんですよね。でも僕多分そうじゃないと言えなかったんで、さっき楽屋でいや撤回しろよとか、なんか他のアーティストから言われたり、いやラッパーっていうのはまあそうやって撤回するもんだよ、 GG とかロジックとか見ろよとか言われましたけど、まあ普通のまあ仕事をするか、もう国に帰るか、もう分かんないですけど、モーメントジュンはこの次のアルバム以降はいないですね。一番愛してる人、まあ、僕を信じてくれてる人々と戦わなきゃいけないのに、愛してくれてるから、愛をもらってるから、自分が言うべきことをはっきり言わなかったりしたんですよね。僕は、まあ、多分今はそうじゃないでしょうけど、俺は力のない一人の留学生にしか過ぎないっていう、なんかそういうマインドセットなんですよね。だからみんなからもらってるその愛ってものが自分にとってはなんか鎧みたいな、俺は少なくとも他の移民の人々、他の留学生、他の外国人の人々とは違う、そういう愛をもらってるから、だからそれが自分にとっては貴重すぎて、でその中にも閉じ込まれて操り人形みたいにちょっと自分の意思じゃない方向に動いたりするっていうのもちょっと放置したりしたんですよね。でも多分前のアルバムだったと僕多分死ぬ覚悟で戦ったと思うんですよ。そうじゃなくなってきました。移民ラッパっていうのを言わなかったらここに立ってないですし、今よりもっと辛くなってたと思います。外人とか韓国人で相手に受け取られるよりは、僕は移民で呼ばれた方がもう100倍ぐらい増したと思います。ただそれももちろん一つの、まあ、ラテルではあるから、まあ、辛い部分ももちろんありますけど、でもそれを言わなかったとして多分あのこういう状況にならなかったかっていうと、そうじゃないんですよね。まあ、もっと細かいところ入ると、なんかこういうことがあって、なんかこういうこともあってとか言えるんですけど、それ全部考えた時に全部自分の器の問題なんですよ。なんかいきなりバイバイっていうより、時間があったらよかった、まあ、いいかもなって思ったんですよね。その時間本当に今までの活動で見せれなかった面白いものであったり、衝撃的であったり、楽しませたいっていう、まあ、その自分の中のこう最後のエンターテイナーがキャリア自殺もできれば美しく、僕が消えた後も自分の音楽が残るっていうのは僕は信じてるから、まあ、悲しむ人いっぱいいると思うんですけど、多分時間経ったらその悲しみ以上に自分の、まあ、僕の音楽が
力になれる、なんかそういう、もう確実にそうさせるために次のアルバムも必要ですし、うん、次のアルバムは自分が持ってる全てを入れて注いで、そうやっていいものにしたいです。いつも手のひらを一緒に皆さんと歌いたいなって思ってたんですけど、まあ、こういう時期じゃないですか。今日は皆さん一緒に歌えない分、心で一緒に歌ってください。この島のどこかで君が手を挙げるまで、寂しくて怖いけどずっと歌うよ。見せて手のひら、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 見せて手のひら。ありがとうございます。見せてください。これみんなと一緒に歌う前では歌いできますから待ってくれよ。 Let's go! Hands up!Yo!